はい、ということでこちらが5階のエレベーターホールになっております。ということで結構グレーでなんか若々しい感じのあれですね。ここに、あれですね、ズボンプレッサーもあります。下のカーペットもねこんな感じでなんか紺とグレーでおしゃれな感じです。さあ今日泊まらせていただくお部屋506号室になります。はい、カードもクールですね。はい、入ってみたいと思います。じゃーん、はい、入って左側に姿見がありますね。はい、その下に、こういった靴べら、靴ブラシ、あとこれは何ですかね、消臭剤かな、よいしょですね。はい、消臭除菌もするみたいです。すいません、ちょっと外しちゃって。でここにこれは使い捨てではないですね感じであれがありますね。スリッパがあるという感じですね。これも黒かな。はい、そしてまずここの左側の水回り見てみたいと思います。じゃーん、お、広いね、結構広いね。向こうまで180ぐらいありそうですね。はい、トイレはトート社製のウォシュレットになってまして、そこに、トート社製の洗面台もあります。はい、洗面台のこういった、ハンドソープは花王さんのハンドソープですね。でここにですね、歯ブラシとボディタオルだけあって、それ以外のひげ剃りとかうんぬんとかはですね下の、アメニティバーから取ってくる形になっています。そして、歯を磨くこういったプラスチックのコップ、それから、アメニティは DHC ですね。はい、で、シャワーもトート社製のシャワーになっているという形でございます。で、こんな感じのシャワーですね。はい、で、バスタブ、こんな感じのバスタブになっております。はい、ここ段差がねそんなないのがいいね、なんか新しい感じですよね。で、下のですねカーペットがこんな感じのなんか不思議な模様のカーペットでございます。で入って、右側の方にですねこういった形でハンガーがあって、で、バーケージスタンドがあるという感じですかね。バーケージスタンドもおしゃれだね。でじゃじゃーん、お部屋はこんな感じです。なんかすごいね、なんていうのかな、白とグレーでおしゃれな感じです。はい、ただまあ家具は木目になってますね。ここにですねまずテーブル、これ結構長いですね、長いテーブルがあって、まあちょっと奥行きがねここと奥、あの奥でちょっと違うんですけども、まあ40センチぐらいはあるかな、まあ仕事できる感じですね。ここにそして照明もあります。はい、でなんかこれあれか、コメダコーヒーでテイクアウトもあるってことですね。なるほど、これいいね、お部屋まで届けてくれるのはね。でここにミネラルウォーター、吹き抜け水があります。そしてテレビ、でかっ、これいいね、40インチぐらいですかね。はい、結構でっかいですね。これはどこのメーカーかな、 HDMI ドルビーオーディオって書いてますね。これすごいね、三菱電機ですね。そしてここに電子ケトル、象印のがあると、それからパナソニックナノイーの空気清浄機もあります。ということで設備は一通り揃ってますね。ちなみにこのテーブルのところ、椅子はこんな感じでファブリックのグレーのちょっとかっこいい感じですね。はい、そしてテーブルのところにですね引き出し開けてみます。あ、一番上はでっかい金庫がありまして、その下にですね東芝の電子、冷蔵庫がありますね。ワンドアタイプですね。はい、それから、あ、失礼しました、こっちの方が食器が入ってるのかな、あ、可愛らしく1個ずつガラスのコップと陶器のコーヒーカップがあります。
コーヒーも下のインスタントコーヒーのこんなのやつは下のフロントのアメニティバーのところにありましたね。でここに、ヘアドライヤーという形でございますが、ヘアドライヤーはおーテスコムさんですね。こちらねテスコムのヘアドライヤーがありました。そしてその一番下にですね部屋着、部屋着おしゃれじゃないですかこれ。ほら見てサムエみたいな、おーセパレートですねの部屋着になっているという感じですね。はい、でこっちの方からですね玄関の方見るとこんな感じです。広いですね、廊下がめっちゃ広い。こっからエアコンが出てきてる感じですね。埋め込み型ですね、完全埋め込み型ですね。でベッドは、セミ、あダブルサイズあるかな、140かなのベッドになっていて、この壁紙がなんかいいよね。壁紙がねなんか和モダンな感じで、すごく個人的に好きな壁紙です。はい、そして最後ここに窓がありまして、そんな大きな窓ではないんですけどね、でもなんか場所的に開けてんじゃないですかね。せーの、トン、おお開けてましたこっちが北の方だと思うんですけどね、はい、向こう側が品川シーサイドの駅の方ですね、住友不動産のビルがあるところで、隣がここのオーナーさんの加藤製作所っていう感じで、かなり開けてていいんじゃないでしょうか。はい、以上になります。今回泊まらせていただいたお部屋なんですけれども、スタンダードシングルというタイプのお部屋でございました。ベッドタイプがですね、140センチメートル幅のシモンジサ製のマットレスのダブルサイズ、食事なし素泊まりで広さが15平方メートル、料金の方がですね、税込み1名で4671円でございました。選んだポイントは、初めてのブランドということと、5000円台縛り、予約サイトはですね、アゴダ経由で予約をさせていただきました。今回のお部屋の平面図、こんな感じでございます。はい。ということで、まあ気持ちちょっと広めかな、シングルでは広めかなっていう感じでございますが、そこに効率よくですね、まあ広めのベッドと、テーブルが配置されているという形でございます。天井高がですね、ベッドがあるところの上は271とかなり高めでした。なんでちょっと余裕がある感じですね。はい。今回は北向きのお部屋でございました。数字で見るお部屋データでございます。はい。まあ、こちらね、ちょっと品川と名前はついてますけど、かなりちょっと離れてはいるので、地下はですね、低めでございます。ただ、さっきも申し上げた天井は高めでですね、あと水回りスペースも、長さがちょっと180あったんで、やや広めという感じでございますね。あとはですね、Wi-Fi スピードが下り上りともに100メガ超えていて、速くてですね、新しいホテルということもあって、コンセント数と USB ポート数が、それぞれ8個と3個という形で充実していました。まあ、ちょうど1年経ったところなんで、まあ、これから新築って呼べなくなるかもしれないんですけども、まあ、地下朝物件という形でございます。こちらのホテルはですね、まあ、多分ですよ、当初はですね、若い世代を意識して、こういった、こう、スタイリッシュな感じにしたんだと思うんですけども、まあ、実際はですね、お部屋も結構シックで落ち着いた感じでもありますし、場所的なことを考えてもですね、どちらかというと出張とか、一人旅向きかな、なんて思いましたね。あとお風呂付きのホテルっていう条件で探している人にも、お勧めできるかなというふうに思います。もっと知りたい人向けのコンテンツです。こちらのワイヤーズホテル、品川シーサイドなんですけれども、こちらのホテルですね、結構変わったホテルなんですよ。まあ何が変わってるかというとですね、ここ、もともとここのホテルが今建ってる土地に本社ビルがあったですね、建設機械の大手で一部上場企業の株式会社加藤製作所っていうのがあるんですね。こういう今日キャタピラとかやってる会社なんですけども、ここがですね、創業125周年にあたって、まあオリンピックとかインバウンドに貢献できるんじゃないかということでですね、土地に建てた、ホテルでございまして、2020年、昨年の4月15日に開業したばかりのホテルになっています。で、この加藤製作所の本社自体はですね、その隣の方に、建っております。まあそういう意味ではね、建設機械の会社がこう、ホテルのオーナーっていうのも珍しいんですけども、運営してるのはですね、これまた、加藤製作所の協力会社で部品の製造をしている有限会社、サッテ部品工業というところが運営をしてるんですね。まあ、これね、すごいなと思いますよね。まあ、こういった部分がね、今回予約したいなと思った、背景ではあるんですけども、
最初はですね、僕あのワイヤードカフェってあるじゃないですか。ちょっとおしゃれなカフェ。あれと同じブランドなのかなと思ったんですけど、全然違いましたね。名前もあっちの方はワイヤードじゃないですか。こっちはワイヤーズなんで違うホテルでございます。ワイヤーズホテル、品川シーサイドの最寄り駅はですね、その名の通り臨海線の、品川シーサイドになっています。僕はですね、今回ちょっとあのエニタイムで運動したかったんで、京急線の方で行きまして、青物横丁っていうところで降りたんですけれども、青物横丁からもですね、徒歩で、6分ぐらいですね。で、品川シーサイドからも5分ぐらいなんで、ほぼほぼ一緒かなというふうに思いましたね。はい。で、まあ、こちらのですね、あの、加藤製作所の、今、隣に立っているこのホテルがですね、結構遠くからも見えるようになっていて、スタイリッシュな雰囲気の建物に今仕上がっています。で、1階にはですね、コメダコーヒーが、テナントとして入っているので、すぐにわかる感じですね。まあ、せっかくなんでですね、今回こちらのコメダコーヒーでランチの方いただいたんですけども、ユッキーですね、コメダコーヒーのあのメンチカツが大好きで、必ずコメダコーヒー行くとメンチカツ頼んでるんですけども、まあね、今回こう暑かったので、かき氷もいただきました。まあね、コメダコーヒーのかき氷でかすぎて、前にね、あの、何でしたっけ、東久留米、あ、違う、東所沢か。あの、角川のところのホテルに泊まった時にね、かき氷、あの、かなり、食べ終えるの大変だったあの巨大かき氷の記憶があったんで、今回は何のトッピングもしないミニにさせていただきました。でもね、やっぱコメダコーヒー人気あるんだね。この場所でも相変わらず満席でございました。はい、それではですね、ワイヤーズホテル品川シーサイドのベッドチェックです。こちらのベッドはですね、シモンズ社製で幅が 140cm、 長さが 2m ぐらいですかね。高さがですね、54cm ぐらいになってます。はい、今日の部屋着こんな感じの寒いになっています。いつも忘れちゃう。紺色でとても着やすいです。はい、では飛び込んでみたいと思います。せーの。おー、ちょっとミシンとはなったけれども、やっぱり新しいだけあって、あんまりバネ感がないベッドですね。あのマットレスですね。もう一回行ってみます。せーの。お部屋の方はですね、まあ、シックモダンなインテリアになっていて、まあ、新築であるということもあってですね、とても綺麗でした。で、天井もね、高めで、ベッドやテレビも大きいから、そういう部分もですね、非常に居心地が良かったですね。まあ、窓はそんな大きくないんですけれども、眺望は開けていまして、結構こんな感じで夜景も綺麗でした。こちらのホテルのですね、あの売りは最上階の9階にあるこう大浴場なんですけれども、はい、ということでここが9階でございまして、大浴場があるところですね。はい、女湯そして男湯とあります。はい、タオルの設置がないので持ってきてくださいって書いてますね。おー、綺麗ですね。やっぱり回転したばっかりだからですかね、非常に綺麗です。じゃーん。はい、という感じでかなり綺麗ですね。いいですね。そして普通のお風呂と、それから普通のお風呂が40度って書いてますね。それから露天風呂がありまして、あ、露天風呂っていうかね、まあ、ちょっとそこが外になってるから露天だけど、実質室内みたいな感じですかね。まあでも綺麗です。まあ、ホテル、やっぱりね、こういった大浴場とか作るときに、部屋数を見てですね、そのお風呂の大きさ決めるんで、ここ88室しかないから、きっとね、そんな、大したことないって失礼か。期待しないで行ったらですね、結構、十分な広さで、露天風呂と普通の風呂っていうのはこう分かれていてですね、洗い場もいっぱいあって、で、綺麗でしたね。で、ドライヤーがね、プロ仕様のノビーだったりとか、ヘアケア商品がポール・スチュアートのものだったりということで、なんかね、この辺にもね、結構こだわりを感じましたし、音楽も BGM は流れてましたね。はい。こちらのホテルはですね、2階にレストランと会議室があるんですけれども、朝食の方が2階で食べられるようなんですけども、まあ個人的にはね、ここに泊まるんだったらコメダコーヒーのモーニングの方がおすすめかもしれません。はい。雪材でございます。
こちらのですね、そのホテルの1階にはこう、コメダコーヒーが入ってるんですけども、やっぱりコメダ人気店なんで人の出入りもありますし、ちょっと賑やかな感じもあるし、これがね、テナントとして入ってるだけで、なんとなく付加価値が出てる気がしますね。まあそういった意味でね、やっぱテナント何を入れるかっていうのはとても重要だなというふうに感じました。ユキのレビューです。今回お部屋、設備備品、水回り、環境眺望ともに4とさせていただいています。平均的に良くて、あまりこう文句のつけどころがなかったかなっていう感じですかね。はい。まあ水回り4としたのは、その大浴場があるということも含めてという感じでございます。まあサービスは特に、無料のサービスとかがなかったんで、3とさせていただいています。良かった点、残念だった点で、ちょっと触れてないところで言うとですね、なんとなくちょっとフロントのスタッフの方の対応が、やや淡白かな。これはチェックインの時もそうでしたし、例えばホテルに出入りする時も、特になんかお借りなさいとか言ってらっしゃいませみたいな声掛けがなかったです。はい。ということで、今回の総合満足度は A とさせていただきました。まあね、こういったね、建設機械の会社がオーナーで部品会社が運営ということで、どんなホテルかと思ったんですけども、まあ実際泊まってみると、まあごく普通の、まあビジネスホテル、ちょっとプレミアビジネスホテルみたいな感じですかね、っていうイメージでございました。まあただね、新築で綺麗で大浴場もあるので、ゆっくり過ごせたかなというふうに思います。お得度の方なんですけれども、今回妥当とさせていただきました。まあね、大浴場とか部屋の仕様とか考えたら、リーズナブルだとは思うんですけども、まあ今回この僕が泊まった5000以下の料金っていうのは本当に実は稀で、通常はですね、予約サイトとかでも5000以上の料金設定になっているので、まあそう考えると妥当かなというふうに思います。金利ホテルの状況でございます。ということで、こちら、まあ、銀座とかね、浅草とか、あの辺に比べると、そこまで値段は崩れてはいないんですけれども、やっぱりね、5000以下で泊まれるところも結構あります、というところでございます。赤字の部分はですね、ハクレポで紹介しているホテルでございますので、動画の説明欄にですね、こういった、ホテルへのリンクも記載しておりますので、興味がある方は見ていただければなというふうに思います。はい、最後に、夕食を食べたところ。まあ、今回ね、ランチは1階のその、コメダコーヒーだったんですけども、夜はですね、ちょっとパスタが食べたくなって、このビゴリっていうね、ボロネーゼの専門店、ビゴリっていうとこ行ってきました。まあ、結構ね、大盛りだったり、このね、上にね、チーズをかけてるっていうのがね、ビジュアル的にインパクトありますけども、ここで大盛りを食べさせていただきました。まあ、結構ね、ボリュームがあって、美味しかったです。はい。あと、途中触れましたけれども、エニタイムフィットネスですね。南品川店というところ、こんな感じでございまして。まあ地下なんですけどね、ここ入り口1階で入って降りてって地下にあるんだけども、結構冷房も効いてて快適でした。なんとなくね、気持ち年配者が多くて、これ土地柄なのかなというふうに思ったんですけれども。ということでございました。なので、皆様ですね、機会があったら、ワイヤードホテル品川シーサイド、ぜひ泊まってみていただきたいなと思います。それではまた。